あやみんばい。やば。ねえ、私のこと追い出さないでね。ねえ。ねえ。今日は一泊二日金沢旅行なので、一泊二日のバッグを紹介してもらいます。はい。ちなみに緊急で今撮るって言われたので、抜き打ちバッグの中身じゃない？うん。バッグ時代思い出すんだけど。ねえ、食べる？うん。でもさ、うちは夜ご飯待ってんだよ。そう、どうする、ね、ちょっとでも気になる。さっき CM でやってたの。ちょうど買ってたの。ちょっと開けてみる。ダンクマン。ダンクマン。うわ、うまっ。何これ。普通にさ、エビせんじゃない？うん。うん。エビの、エビせんべいだね。今回の大きいバッグを見せてください。ドカダンカン。割とみんな同じくらい、うん、なんか素材とかと違う。誰が一番重いんですか？あ、本当に原因が分かんないのね、これまた不思議なことにね、カバン君の大きさじゃん。あ、これ自体が重いかも。このバッグがニットで。確かにね。私から出します。はい、ボケろ。まずはトゥルン、メイクポーチー。これメイクポーチだ。白。そう、白。これは 3C の猫ちゃんのポーチで普段いつも使ってるやつで、これドクター G のケアの一緒に付属でついてたシロちゃんです。こっちはなんかこういうアイシャドウ系とかフェイスパウダーで、こっちがまあ普通のブラシとかアイラインとか、そういう感じで分けて持ってきました。はい、私はあの旅行の時だけこのジップロックに入れてます。かさばりたくないし、中身をすぐ見えたいので、旅行する時だけいつもこういうのに入れてます。飛行機、海外の飛行機に乗るときに用のなんかあるみたい。え、てかマスカラ多すぎじゃない？マスカラじゃないのって。あ、アイブロウのあれ。アイブロウね。ホットビューラー。あ、ホットビューラーか。束作る下地、マスカラ、ピンセット、束作るピンセット。これ、あれさ、メイクポーチっていうものがないんだよね。え？いつもどうしてんの？いつもこれなの。この巾着に入れてんの。うん。とか、なんか汚れたら。こういうお店のポーチなんか取っといて汚れたりしたら買えるし、最近は撮影とかもあって自分でメイクしてるから持つ用にこれ入れてるけど、それ以外別になんか入れてないのよ、ポーチに。だからその必要な時にこういうのにサッと入れるみたいな感じで。なるほど。これに入れてる。私イソップなんて5袋くらいなんかいっぱい。わかる。だいたい2枚はあるよね。あるあるある。これだけメイクポーチを。いいですね。これだけやんな。はい。あ、これ いろんなの入ってる。どうしたらいい？いいよ。なんかこれはお風呂セット、いろんなやつみたいな。わかる。そのなんかお風呂に持っていく用の。え、ちょっと。一泊タオルだってそれ。その間にメイクポーチお願いします。はい、大丈夫です。このゆるゆるで。でこれポーチなんですけど、まあ、いろいろ入ってて、この中はまあお風呂で使う。いや。ヘア美しい。これこの間なんか100均で買った。え、何それ。いいよね、100均の櫛と、ヘアオイル、クリーム、なんかもう化粧水乳液は持ってこずにクリームだけ持ってきて、パックでいいかなっていう。でこの余った液で朝あのまたスキンケアすればいいかなっていう、結構ズボラな、ズボラだねなんですけど、そう、なんかよく旅行行くときはこういうもう一回きりの、わかる、なんかこういう一回きりのシャンプーと、あとこれちょうど持ってたんで、いつも使ってるファンケルのクレンジングを持ってきました。旅行に行くとやたらとなんかお腹壊したり胃が痛くなるので。大丈夫ですか？赤玉、赤玉っていうのかな、ま、私は赤い玉なので赤玉って呼んでるんですけど、お腹痛い時飲むやつ、胃薬。今食べ過ぎた時に、ね、胃が痛くなるのですぐ、この薬とかを一応持ってきました。絆創膏とかって感じかな。一応こんな感じです。大丈夫、はい、大丈夫です。なんかこれもジップロックに入れてて、すごいじゃん量。やっぱさ、荷物のさ質で言うと圧倒的に一番重そうじゃない？圧倒的に多い。なんか、まあ、ここら辺あれでしょ、そのスキンケアの試供品たち、ね、全部試供品でしょ。シャンプーで、パック、あの洗顔とかさ。多いね。結構ガッツリ持ってきてるね。待って、洗顔忘れた。からのお願い。忘れた。忘れた。いいよいいよ。あと髪の毛に塗るクリーム。ミルク。あ、ファンケル一緒や。そう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 。ミャミンといつもお揃いなの。それファンケル。あと櫛ね。うん。リファ。
ンクで今人気のあのリップクリームで、うん、オリーブヤングで結構人気のやつで、あ、そうなんだ、うん、これ塗った次の日はプルプルの唇になるので、そのヘアオイル、これめっちゃいい匂いだよね。わかるの、うん、2020年から使ってるんだよね。わかる、私え、まだ余ってんの、まあ、そう、え、結構コスパいいよ、うん、コスパいい、めっちゃ持つそれ。あと日焼け止めも試験品、いいぞいいぞ、あれまた一緒だよ、え、今2枚は持ってるよねって話をしたそうから、いや、いやすごい、どっちが分かんない、どっちが分かんない、イソップ女なんですけど、試供品で持ってきたやつは美容液だけかな、化粧水とクリームの間に塗る、うん、美容液それ以外はもうこれ、え、割とリコのフルセットじゃない、とクリーム、ヘアオイル、あ、ちゃんと、え、あれ、なんならボディクリーム、ボディクリーム、あれ待って、あやみさん忘れたから、化粧落とし、あやみさんズボンが、日焼け止めのこれは塗り替えるっていうか、そう、時間経った時にやるよ、ズボン、はズボン女さん、アネッサのパック1枚1パックだから来たよねっていう、こんな感じ。私も最近仕事で泊まる時もこのセット、定番のトラベルセット、そう、トラベルセットって感じ、うん、こんな感じです。あ、3枚同時に食べたと思ってくるん、お、デジカメです、キャノンのデジカメです。視聴者の方は今これしかさ持ってきてないと思ってるけどさ、うん、あ、そうだよこのガチガチのカメラもちゃんとしっかり三脚で持ってきて、うん、さっきもずっと思ったんだけど、うん、カメラは2個 と携帯、カメラ2個持ってきてるのやばいよね、はい、しました、すごいよ、これはもう写真用です、はい、どこ行ったオズモは先輩がカメラを紹介したからカメラなんだよ今のターンは。そうだよ、カメラのターンですよ、カメラのオズモ先生です。うん、ちっちゃい、マジびっくりした、ちっちゃすぎて、これは Vlog 用、トラベル用 Vlog カメラなので、いいね、でもこう最近のこの子は言うこと聞かないんですよね、そうだね、そう、今日もブル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 ってたまに震え出すのがあるんだよねこちら私はフィルムカメラのナチュラクラシカです。ちなみにアイリとお揃い、これいつ発覚したんだっけね、お揃いだったこと、ポップ時代に、ね、あのカメラマンさん経由で聞きましたって言うの、そう、全く同じナチュラクラシカ、これ持ったけどめっちゃ軽いね、なんでるかも重めじゃない、え、そう、持ってるカメラがめちゃくちゃ重いから、あ、めっちゃ軽く感じる、やっぱ持ち運びやすいのって大事だなって思った、うん、フィルムだけど一眼みたいに撮れるから、綺麗綺麗、マジで綺麗、そう、そうなんだ、これすごい愛用してます、ずっと、はい、日傘です自由が丘のなんか傘屋さんがあるんですけど、そこでもうとにかくちっちゃくて持ち運びやすい日傘を買おうと思ってこれを買いました。なんかこんな感じのやつ、気になるね、その傘屋さん、そう、傘屋さんめっちゃいいから行ってみてください。今回の旅行のために買いました、ためにアマゾンで買いました。これは超軽量みたいなやつで、持ち歩きたくないし荷物重いのが嫌だから、うん、一番軽いの探して、あと遮光 100% のやつにしました。おー、そうなの、やっぱ遮光 100% これも私もいよいよやばいなと、日本が暑すぎて2年前ぐらいに初めて日傘、これ日傘デビュー、ビビアン、あ、だからね、しっかりしてる、これもね、うん、昨日話したんだよね、日傘持ってくって言って、そう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 、私たちのグループで、あのノートに、あの旅のしおりみたいな感じで全部まとめてくれたので、それぞれね、役割をね、果たしてます。さあ、3月、やばいやばいやばい、でで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 、これも日焼け対策なんですけど、ドゥルーン、いやでもさ、隣二人インパクト強すぎんのよ、まあ、いやサングラス持ってきました、イエーイまあ、サングラスあるだけで全然違う、ね、全然違う、久しぶりはめたけど、はめた久しぶりはめたけど、はめたんだマジで、あの、うん、目のね、疲れが全然違う、サングラス大事ですよ。でもさ、サングラス打ち合わせしてなくない？してない。してない。たまたま。いや、迷った、持ってこようか。はめるかなと思ったけど、ちゃんと。はめるな、やめて。はめ
るやめて。婦人です。いや私でもまだある。暑さ対策面で言うとサングラスと扇風機大事。まあ、あって困らないかなって分かる。結構さありとさ全然違くないですか。違う現場とかでさ、これ使うじゃん、ありがとうございますってなるじゃん。これない時代もう考えられなくなる。分かる。でもさ数年前までこれなかったって考えたらすごい不思議じゃない。よくがいやまあだからもうおかしいんだって日本が。おかしいんだって。おかしいのかも暑さがね。耐えきれなくなってきた。香水、香水なんなの。一つ言わせて。私旅行の時って普段使ってる香水持ってくる、だよね、今日は普通のやついつもの持ってきちゃった。いや全然悪いと思わないでください。何が悪いんですか。先輩に何が悪いんですか。何が泣いてる。やばい。先輩が泣いて。普段使ってるやつはもう私何ミリリットルとかで買ってるから大きいの。でそれのちっちゃい量買ってないし、まあ1日ぐらいだったら別になんかまあ気分転換にもなるから香り変わってもいいかなっていうので、このちっちゃいね、お店でもらうやつ。だよね。同じそう。何でも普段使ってる香水は大きめのしか買わんからっていうのでこれになるよね。これはあの詰め替えてるんでちょっとパッケージ違うんですけど、ディオールのメゾンクリスチャンディオールジャスミンデフランジュです。ちょっとどんな匂いだと思いますか。どんな匂いだろう。シナラチューリップっていう匂い。チューリップの匂い。どう満足しない。いい匂いだ。だからそれに越したことはないよ。はい。じゃあ私はこれです。はい、ディオール同士なんで。ディオール同士で。どうぞ。ローズ歌舞伎。てかもうわかんない。いつの買うか。ローズ歌舞伎。鬼ちっちゃいやつ。でも半分ぐらい使ってるってことだよね。私多分これ。なんですか。リップティック。リップティックですね。ラチューリップ。ラチューリップです。ちなみに私いつも使ってるのはリップティック。まあ、だいたいこんな感じです。うん。割と本当に少なめに持ってきたよね、みんな。そうね。全然いけんのよ。わかる。あと、ホテルにもさ、結構揃ってるし。そう。って感じです。はい。はい。すごいゆるゆるで私たちの、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。この後、ご飯食べに行きます。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。あ、サムネ撮ろうか。ひとえに恋して、ひとえに愛して、可愛い口は。